近所の居酒屋で見たドキュンなんだけど、見るからにドキュンが店員に精算時に文句を言っていました。俺は飲み放題にしていて、その時点で生ビールを8杯ほど飲んでいて気持ちいい状態。しかし香水臭いドキュンカップルが精算時に店員に文句を言っていて、臭いから早く帰れよと思いながらちょっとイラッとしていました。内容はよくわかりませんが、料金がおかしいと絡んでいました。しかも素でお客様神様だ、神様の言うことが聞けんのか言ってた。思わず吹き出しそうになったけど面白いのでしばらく聞いていた。どうやら突き出し、居酒屋などで出てくる、注文しなくても出てくるもののことで文句を言っていた。たかが数百円のことで文句を言っていたことでもおかしかったが、あまりにもしつこく香水の匂いが臭く我慢できなくなり、思わず周りに聞こえるように言ってしまった。神様は人の願いことは聞くけど、神様は人に文句を言うだな。しかも神様は自分のことを神様って言うだって言ったら、睨まれたけど睨み返してさらに、神様ってライオン丸、女か、獅子丸、男はデブ、忍者ハットリくんの犬みたいだな。もっと真面目な感じだと思ったのに残念。しかも無駄にこう水臭いし、せこいし。と言った瞬間、店内大爆笑。罰が悪かったのか、そのカップルは、請求された金額を素直に払って退散。その後の店内は、なぜか顔見知りでもないのに、全員が和気あいあい。すんごく楽しかったです。ちなみに、その居酒屋では、もう飲み放題はやっていませんが、俺だけ、以前の飲み放題料金で飲み放題にしてもらっています。ちなみに、俺は、小柄で、身長165センチメートル、体重55キログラム。見た目いかつくもなくおとなしい感じだけど、ボクシング、空手などやっていました。